村山市で86歳の女性が心肺停止の状態で見つかり、救急搬送されました。熱中症の可能性があるとみられています。村山市消防本部によりますと、午後1時ごろ、村山市の86歳の女性が自宅敷地内の小屋のそばの屋外で倒れているのを家族が見つけました。 救急隊が到着した時は心肺停止の状態だったということです。消防では熱中症の疑いがあると見ています。今日の村山市の最高気温は35.6度。また、米沢市や山形市など合わせて9地点で35度以上の猛暑日となりました。